いただいたのは失礼します。あ、こんにちは。こんにちは。バイキングモアって番組なんですけど、はい、ご主人、はい、結婚歴20年東京板橋区でお好み焼き店を営む佐々木拓さん。ご夫婦お二人でお店を切り盛りされているのですが、その前に気になったのはこちらの T シャツ。高山病。高山病です。高山病って月山病。夫婦の趣味が登山なんですよ。登山が大好きで、お客さんと一緒に登山部を作ってまして。ユニフォームみたいな感じ。あ、ユニフォームです。登山の時間を作るため夫婦で脱サラし、お店をオープンさせた佐々木さんご夫婦は、仕事の日も休日も365日いつも一緒という仲のいいご夫婦ですが、今まで奥様に服を買ってあげたことはあるのでしょうか。全くないです。ないですか。全くないですね。服に対するこだわりがありすぎちゃって、登山をするのに、まあ普通のアウトドアブランドではなくて、ちょっと派手めなものを靴の中に入れてみたり、僕が選んだものなんてまず着るはずないし、けど、まあ、今年15周年っていうお店としても区切りだし、僕も20年目だし、大変な時期もあって、まあ、なんとか2人で乗り越えてきたんですけども、なんか妻にしてあげたいなっていうのもあってですね。服へのこだわりが強いという奥様に、どんな服を買おうと思っているのでしょうか。山にいるか店にいるかみたいな生活なんで、その街をデートで着れるような服をちょっと買ってあげたいなと思います。なるほど、はい、ちょっと派手めなものが好きなんじゃないかなっていう感じはします。理想は奥さんが好きな派手めな上着に、可愛い柄が入った動きやすいパンツを合わせた派手革デート服コーディネート。イメージは妻とは全然タイプ違うんですけど、壇蜜さん。壇蜜さん。壇蜜さんみたいな感じです。なるほどなるほど。自信はありますか。ないですけど頑張って選びたいです。ということで翌日。おはようございます。おはようございます。すいません今日わざわざ。いえいえ。お店の服じゃないですか。そう、お店の服ですよ。今日これで来たんですか。もうこれでだって帰ってそのままお店行きます旦那さんと合流し、奥様に似合う服を買いに向かいます。買い物するのはこちらです。やった。 H&M さんです。はい、3度目の今回も H&M さんご協力。奥様に似合う派手で可愛いデート服を探していきます。こういうレディースフロアみたいなとこ歩きます。いや初めてですねそもそも妻になんか服を買ってあげようって考えたことがないので、可愛く変身してもらいたいと思います。慣れないレディースフロアで奥様のために服を探すこと30分。こういうのも意外と楽しいかもしれない。でもこれすごい可愛い。これに合わせてっていいですか。まず旦那さんが手に取ったこちらのジャケットは、女性らしい柔らかな印象を演出でき、どんなコーディネートにも合わせやすい人気アイテム。すると旦那さん、なんと自ら試着。うん、どうですか。このぐらいのような気がします。実は旦那さん、奥様と身長がほぼ一緒ということで自ら試着しサイズを確認していたんです。合いそうな気がします。サイズ感はバッチリということなのですが、ちょっと賭けですね。これ賭けです。派手じゃないので。ああ、なるほど、なるほど。思い描いていた派手さはないかもしれませんが、旦那さん好みのジャケットで勝負に出ます。続いてジャケットに合うインナーを探しますが、これなんか派手めで、これだとおかしいですかね。旦那さんが見つけたこちらの商品、裾が曲線あいまくラウンドカットというトレンドを採用し、鮮やかな赤が強烈なインパクトを与えるボーダーシャツ。チャレンジしてみようかな。チャレンジでこれにしてみます。壇蜜さんのセクシーなデコルテが見えてきそうな一品をお買い上げ。それに合わせるパンツにはこちらの真っ白なデニムを購入。そしてさらにもう一つ、
帽子すごい好きなんですよ。帽子すっごいいっぱい持ってるんですよ、山に登る時も毎回買えるぐらい持ってるんで、意外にこれはいいかもしれないですね。派手じゃないんですけど気に入ってくれるような気がします。最後は自信満々で選んだラベンダー色の帽子を購入し、総額16,496円でお買い物終了。まあ僕の好みもちょっと入ってるので随分、あとはもう彼女次第かなっていう賭けです。それでは早速お店で開店準備をしている奥様のもとへお届けに行きましょう。撮影の許可をいただき調査内容を説明します。旦那さんが奥さんに似合うと思って買った服は、本当に似合うのかどうかっていうのを、ちょっと本当に似合うかどうか、ちょうど今日午前中服買ってきたんですよ。すごい大丈夫。それでは早速服を確認してもらいましょう。まずはニット帽は、まずね、あの帽子大好きなので、帽子大好きなんですよ私。そして赤と白のボーダーシャツ。あ、ボーダーはかわいい、あのウォーリーを探せみたいな。真っ白なデニムのパンツは、白いパンツもマブダルに。あ、ボーダーウォーリーを探せですね。これタグが全部可愛いの。そうだよ、基本的にはね。すごいじゃん。そして最後は旦那さんが賭けだと言っていたジャケットですが、これが一番気持ちだったんだ。あー、かわいい。おー、まさにかわいいんだ。かわいい、かわいい。あの、初めて選んだ割にはすごいかわいいから。おー、この後、旦那さんが買ってきた服で奥様大変身。似合ってる。